どうも、トロです。エピックミッキー、少し間が空いてしまいましたが、続きやっていこうかなと思います。まあ、どれくらいの長さになるかなーってね、攻略サイトちょっと覗いたんですけど、ちょうどここから折り返しのようです。はい。で、前回はミッキーが元の世界に戻るために、トゥモローシティのロケットまで来たんだけど、マトドクターがロケットのパーツを使って恐ろしいマシンを作っていたことが、判明しました。で、今回はそのロケットのパーツを回収するべく他のエリアに行くって感じなんですけど、その前にグレムリンがね捕まっているらしいので助けに行きましょうと、ストーリーやりたかったんですけど、このコンセプトアートのページを見ちゃって今ね一人興奮してたところです。見てこれ、ブロッドミッキーの設定がかっこよくない？戦うつもり？それとも味方にする？じゃあ B ボタンのペイントで仲間にしましょう。テスト、そう、前にもね、言ったんですけど、ロックオンすると、フリーズしちゃうので、ロックオンしないようにね、そういう縛りプレイになっちゃったんですけど、だからすごい攻撃当てづらい。さあ、どうもありがとうミッキー。ゲームセンターでまた会おう。あそこが一番落ち着くよ。ゲーマーなのかな。ベンチャーランドへの道。これさ、話しかけれる？ダメか。かわいい。かわいいな。ブロッドリングっていうね、このモンスターなんですけど。かわいいね。味方にするとかわいいね。今まで散々倒してきとったからさ、これからはちょっと心を入れ替えてね。仲間にどんどんしていきましょうか。あ、間違え、ごめん、わざと。さあ、ピートさん、この前ロボットを倒してきましたけど、なんか報酬くれ。またウサギの子供たちだよ。しかも今度は数が増えてる。あれ、ピートロニクスの、あれは、話はないの？報酬は？ウサギ集め。オッケー。またクエストちゃちゃーっとね、やりながらやっていきましょうか。さあ、ウサギさん、おいで。ウサギさんさ、ここにミッキーが止まってればさ、勝手にほら吸い込まれてくるんだよな。あなたは最高だと思ってたのに、近頃は自信なくなってきたわ。なんだこいつ。待って。マテマティカ。3匹捕まっちまったよ。ミッキーが。逃がしはしないよ。あ、すげえ、ウサギも一緒にジャンプする。かわいいなぁ、ほんとね。さあ、帰るんだ。OK。100万マドルぐらい。ミンストリートはこうでなくちゃな。例のパワースパークだ。ありがとう。ゴールデンボール。めっちゃあるじゃん。10個止まってる。そう、このゴールデンボールは、あれなんですよね。スクリーンを復活させるために必要なものになってくるので、こうやって街の人からね、奪っていくっていう。さあ、ピートロニクス。あ、ニクスじゃない。ピートトロニックか。名前適当だったわ。ピートトロニックを復活させてくれたんだな。頭が消えるピートが2人になった。風向きは良くなってきたぜ。あ、くれるんだ。ゴールデンボール2つ目だね。ピートの。ありがとう。また言ってくれよ。また仕事ができるかもしれないからな。そのピートトロニックはどこ行ったんだろうね。この街のどっかにいるかな。また手を貸してくれるか。ベンチャーランドのピートパン。え？ピートパン？ピーターパンみたいな名前やな。ピートパン。歯切れ悪いな。ピートパン。パンパパン。ピートパン。昔は俺みたいに勇ましかった。前は怖いものなしでフックと。あ、やっぱピーターパンじゃねえか。だが、最近はすっかり弱っちまって。あれじゃ、俺が恥ずかしいだろ。あいつを弱虫をなんとかしてくれ。もう一度タフになって俺にふさわしい。なんか、ピーターパンだけど、ヘラクレスみたいな感じやな。自信なくすっていうか。ね。さあ、中央書店。この人を本をまた貸しするケーシー。またなんか買えるのかな？あ、なんかアイテム増えてるね。ゴールデンボール、シルバームーンと、これ何？スケッチ、ブロッドキャラ、あ、なんか、ロボットグーフィーの胴体。あ、胴体？あれ、胴体持ってるよ。
あれ胴体持ってなかったっけ。さあ、じゃあスクリーンをね、復活させましょう。復活っていうか、ベンチャーランドのね。助けてくれてありがとう、ミッキー。いえいえ、こちらこそね。怖かったけど、君にあげるパワースパークを手に入れてよ。僕からあげるのは1個しかないんだ。スクリーンを起動させるのは10個必要なんだけど。持ってる持ってる。今もう大金持ち、大金パワースパークだからな。たくさん持ってるからな。さあ、さあ、直してくれ。すごいよ、あっという間に集めちゃってね。ほんとあっという間だよ。あっという間だった。これでまたベンチャーランドへ続くスクリーンを起動させられる。いやー、ワクワクするね。アドベンチャーランド。ピーターとフックは出るんでしょ。さてと、これはここに取り付けて、このネジを締めてっと。じゃーん、ベンチャーランドへ続くスクリーンが、もうだいぶ復活してきたね。これから最後のスクリーンに取り掛かる。わー、なんかもう終盤って感じがしてきたね。最後のスクリーン。危険な時でもスパッターを倒さず助けるなんて、街のみんなは君のことをいい見本みたいに思い始めてる。おー、そのパワー、ん？あー、オズワルドも認めてきたね、ミッキーのことを。あー、そう、こうやって変わるんだね。さっきのね、スパッター、ブロッドリングをね、助けたんだけど。さ、結構久しぶりのオズタウン、トゥーンタウンだね。オズタウン、オズトゥーンタウンみたいな。グーフィー、ごめんよ。胴体いつか絶対持ってきてあげるから。お金が必要なんだ。そんな僕のパーツ全部が揃わないの。僕はこれからドローす。ごめんグーフィー。そういえば交換パーツがお店で売ってるって聞いたよ。値段はすごく高いだろうけど。そう、いやグーフィーごめんよ。いやごめんよ、頑張って買うからな。さあ、じゃあベンチャーランドへ行きましょうか。ベンチャーランドに入る。ジャングルリズムだって。ジャングルリズム、あ、なんかあれはね、今炭っぽい海賊の絵があったね。よいしょ。ジャングルリズム、ジャングルリズムってさ、あれだよね。よいしょ。なんかライオンとか出てくるやつだよね。よいしょ。あははは。よいしょ。これ、猿、オラウータンかな。かわいい。あははは。ヤシの実が降ってくる。かわいいな。なんかずっと昔に見たことある気はする。よいしょ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 。あれ、なんかすごく簡単に来れたぞ。あ、あー、なんか民族っぽい。カリブの海賊か。はい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 、カリブの海賊ね。オッケー。ディズニーランド、ランドにね疎いんですけど、ほんとランドに関しては知識っていうか、ほんとあんまり行ったことないから疎いんですけど、カリブはね2年前か、乗ったばかりなので覚えてる。あー、そう、そう、来た。ここはだからもうダンジョンなのか。ダンジョンなのか。あ、スミー、スミーじゃん。フック船長の家来っていうか。あそこでスミーが泣いてるね。行って話を聞いてみよう。あー、だからスミーはもともとここの住人だったのか、ウエストランドの。え、キャラなんで？忘れ去られたキャラではないよな、スミー。わー、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ちしゃ猫？ちしゃ猫？え、待って、なんかいる、なんかいるんだけど、ちしゃ猫？あ、これあれか、ペイントレ。あ、違う。スミうるせえ。あーはーはー、すまねえ、あんたの雫を見て驚いちまった。俺はジーンマイク、地元じゃ一番の。今のなんだ、木の上で何が動いた。さっきの続きだが、俺は一番の見張りだった。待て、また動いた。ティキマスクが、時計台の上から俺をじっと見てんだ。ティキマスク、なんかいるんだね。え、なんか普通の人がいる。そしてここの先なんか行けそうな気がするけど、行けないのか。
ティキティキティキ、今は店を閉めてる。盗まれたコレクションを取り戻す計画を立てないと。コレクションを取り戻したら店は再開。多分先にスミーと話した方がいいよ。オッケー、先にスミーね。泣いてるもんな、ずっと。さ、宝箱欲しいけど俺を倒してから取れみたいな、そういう感じか。あー、だからイレーサーで消すこともできるのか。え、どうしよう、宝欲しいな。宝を取るか人を取るかだよね。人を取るかって言い方悪いけど。うん、あ、愛しのヘンリエッタ、なんだ、俺は何も言ってないぞ、あっち行け。ヘンリエッタ、あー、だから消す前にヘンリエッタを連れてきたら宝が取れるとか、そういう感じ。ヘンリエッタって誰や。かっこいいな、空中浮遊でもしそうな感じの、かっこいいな。これヘンリエッタ、アントニオか。あ、猪木、邪魔するのは誰だ。やあ、ミッキーマウスか。なあ、今俺浮いてたろ。見た、あ、やっぱ空中浮遊しようとしてたんだ。俺はアニメ的能力を高める。どういうこと、アニメ的。なんか発言がめたいんだよな。あ、あ、あ、ごめん。ほんとわざとじゃないんだよな。ここは何も、ああ、危ない危ない。わわ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 、危ない、街中で死にたくないよ。あ、これなんだ。あー、まわわわわわわ、海賊はいるけど楽しくやってるわ。口説いてくる人もいるのよ。あ、ヘンリエッタってこの子か。この子にどうにかしてさ、素敵なとこでしょ。あとはもっとお花があったら完璧。この子に、あ、ダメかダメか、味方にできないか。ブレイク、よう、俺は看板長のブレイク、何でもぶっ壊すぜ。ここに来てももう随分経つ。そろそろ戦場の感覚も忘れちまったよ。この海賊はいわば難民なんだよ。へえ、なんか一人だけなんか個性強えな。いきさつを全部教えてくれるぜ。一人だけ個性っていうか癖が強いんだ。デイジーいるじゃん。今度は、うわ、怖。ミッキーどうしてここに。いや、怖い怖い。せっかくあなたに会えたのに、今日の私はあんまり綺麗じゃないわ。ひどい目に遭っちゃって、マッドドクターのビートルワークスは本当に恐ろしかった。え、取り出した。うわ、待って、ミッキーがデイジーの生首を。パーツが今どこにあるかわかる。あ、ミッキーありがとう。場所がよくわからない。海賊たくさんいた。じゃあベンチャーランドのどっかにあるってことね。ドナルドも助けたの。ロボットドナルドもいるの。オズワルドはドナルドを知らないはずだよ。あ、そうなんだね。あ、時期的に。なんだ、グーフィーなの。冷てえ。ドナルド・グーフィーとドナルド・デイジーが出てきたけど、じゃああとドナ、ドナ、うん。変なこと言ったな。ロボット・グーフィーとロボット・デイジーが出てきたけど、ロボット・ミニーとかもいるのかな。じゃあこのコンパスは気に入ってるんだ。純金だぞ、あんまり気安く触るなよ。スカービーバット、コンパスって言ったらパイレーツだけど、関係あるのかな、関係あるのか。さあ、グーフィーがね、ちょっとかわいそうになったので、お金を稼いできてグーフィーのパーツを全部ね揃えましたね。ごめんよグーフィー。あ、よっ、わ、これってもしかしてやっぱり僕のパーツだ。ありがとうミッキー。あ、よっ、あー、いや、いいことするといいな、気分がいいね。これで、あ、アニメーションがある。わお、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 すげえ、バラバラやん。あ、手が一個ない。これで掃除の仕事へ戻れるよ。まさかここは掃除のしがいがあるね。え、手は、あれあれ、もともとないのか。なんか不完全なね。あ、でもいいね、こうやってグーフィーとまた会えてミッキーは嬉しいよ。この身長差すげえな。あ、いや、ミッキー直してくれてありがとう。
ああ早くこの街をピッカピカにしたいよ。そうだ、オルテンシアの家も綺麗にしないと。前行った時に鍵をかけたままだし。ありがとうミッキー。あ、なんかグーフィーもどきが来た遊びに来た。オルテンシアのお家ここか。あ、ここだね。ミニーちゃんのお家じゃなくなってる。オルテンシアの家。オルテンシアはオズワルドのガールフレンドなのかな。あんまね、オズワルドごめんなさい、詳しくないので。これは何なのか。ペンダントヘッド、オルテンシアのものかもしれないね。何かの役に立つかもしれないし、とりあえず持っておこうよ。あー、これはなんか関係、エンディングに関わりそうだね。あー、びっくりした出てすぐグーフィーが突っ立ってると怖いよ。何それミッキー、しゃがんでくれしゃがんでくれ、身長高い人は。オズワルドからオルテンシアへのプレゼント。あ、そうなんだ。すごく価値のあるものなんだよ。博物館の女の人がそう言ってた。博物館に展示するためにいいチケットを何枚も出して買い取ろうとしたこともあったんだって。オルテンシアはしばらく留守にしてるみたいだから少しくらい借りても大丈夫だと思うよ。後でちゃんと返しておいてね。え、博物館にじゃあ寄贈しちゃっていいってこと？どうしよう、持ってこっか。寄贈するのもなんかね、せっかくオズワルドがあげたやつでしょ、申し訳ないから。そのペンダントヘッド、博物館に展示したくてずっと探してたのよ。オルテンシアが売ってくれるってことかしら。前に私がお願いしたのは、まだ有効だったのね。250、いや、でもやっぱダメだよな、やっぱダメだよな、やっぱダメだよ。じゃあ気が変わったらまた来てね。そのペンダントヘッド、あ、同じことしか言わないね。あー、同じことしか言わないね。250枚のもっとそれ以上の価値。あー、間違えた。いつも博物館を支えてくれてありがとう。さて、スミスミ、お待たせ。あ、ちょっと待って、宝箱取らせて。よいしょ。さあスミ、お待たせ。かわいいなお前。ミッキーの方をわざわざ向いてさ、ミッキーの方をわざわざ向いて泣くっていうね。あ、待てた。いや、かわいいな。ごめんね、お待たせ。寄り道しちゃったからね。どうした、スミ。あ、間違えた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 。ごめんよ、スミ。ごめん、ごめん。お前泣いちゃってどうした。フック船長がいなくなったとか。一番の手下の、一番というより、ただの一人の手下。一人しかいないからな、フック船長の。世にも恐ろしいことが起こっちまったでやんす。何があったの？もう逃げるしかなかったでやんす。あ、フックさんいる。マシンに変えちゃおうとした。昔の面影はもう残ってないでやんす。あの機械がみんなをモンスターに変え始めた。あー、これもマッドドクターがロケットのパーツで作ったやつね。モンスターに変えられた海賊は俺たちを襲ってくるでやんす。だからスカルアイランドへの道を塞いで、あー、逃げてきた。暇なクルーたちを悪すばかりになっちまった。あんなにしっかりしてたはずなのに、今はすっかり怠け者の役立つになった。いや、そこまでじゃないでやんすが。でももしあのモンスターたちがここまで来ちゃったら、とてもじゃないけど、あー、そう、みんな機械にされちゃうもんな、スミーとか。僕たちがスカルランドへ行って、その機械を。スカルランドっていうのもなんかいいなピーターパンのね、ドクロ島だよね。手を貸してくれるでやんすか。いや、貸す貸す。フック船長じゃない、ロボットフックのやつがロボットフックのやつ、あっしらをトルトゥーガから追い出してやった。あいつを止めてくれるでやんすか。でもそれにはまずあっしらが壊したドアの開閉装置を直さないといけない。開閉装置、まずは船の舵が必要。団員がティキサムサムに撃っちまったでやんすよ。ティキサムね。あ、なんか聞いたことあるな、ティキサム。あとは船長、船主像、ダミアンソルトって恋煩い中の大男が持ってる。踊り方なんか可愛いな。ケツ振って可愛いな。最後にコンパス、スカービーパッドが盗んでいったでやんす。あ、こいつね、いつもマストのそばに立ってる、ずるそうな目をしたやつ。あー、空中浮遊のやつは関係ないのか
アイテムが全部揃ったら足のところに持ってきてほしいでやんす。そしたら足が装置を直すでやんす。なんかこの隅あれやな、頼もしいな。ちょっとお腹冷えちゃうからね、ちゃんと服しまいなよ、おへそね。まあそれがまあ隅なんだけど。さあ、じゃあまずはお店からサムさんミステリーショップ行こっか。よいしょよいしょ。さあこれサムさんってこと？あ、敵サム、ほんとだ、サムさんだ。サムの専門家だよ。聞いてよ、恋じゃないや、船の火事よ。恋の火事ってなんだ。確かに火事の在庫あるよ。僕の敵コレクションを盗んだ海賊の船の火事なんだけどね。実はさ、最上品の敵マスク3枚組が風に飛ばされちゃったんだよね。あー、3枚集めた集めた集めた。船の火事をあげるよ。集めた集めた。もうね、揃ってるんだよ。揃ってるんだよ。卑怯なくらいの速攻性。敵マスク全部揃ったありがとう。はい、これが欲しがってた船の火事だよ。ありがとう。船の火事。本当にありがとう、ミッキー。あ、そのうちまた来てね、お願いする。仕事ができるかもしれない。あー、またクエストなんかくれたりするんだね、この人。よいしょ。さあ次にこの恋煩いしてるやつな。あれでしょ、あの牛に恋してるんでしょ。恋しちゃったんだよ。うミッキー、俺はダミアンソルドってんだ。あんたいろいろ詳しそうだな。でも女の子欲しがるものなんて知らん。お金でよ。誰かそんなこと言っちゃダメか。女の子欲しがるものは可愛らしい花っていうか可愛らしいものじゃないかな。ウエストランドで花を探すのは難しいんだよな。アイスクリームのは簡単なんだが、恥ずかしいから自分じゃ聞けないんだが、ぴったりのプレゼントがあげられればきっと彼女。なんだろう。ん、選手像か、持ってるよ。だが手放す気はない。こいつは愛しのヘンリエッタによく似てる。あ、そういう理由なの。これさえあればいつでも彼女を思い出せる。ヘンリエッタとうまくいったら、ヘンリエッタと人間と牛の、大丈夫。あの子が欲しがってるものを調べるなら、本人に聞くのが一番だ。ただ彼女は気まぐれだからな、変なプレゼントをしたら機嫌。じゃあミッキーのサインだったら喜ぶんじゃないね。別に女の子に限ったことじゃないけど、みんな全世界の人が喜ぶよ。ミッキーのサイン。私って外にいるのが好きなの。綺麗な空気や木、草、そして花。特にお花はもっとたくさんあればいいのにね。花束の香りって海賊の匂いを忘れさせてくれるでしょ。ああ、ダメじゃん。本末転倒やん。海賊のことは嫌いなのね。それからミーンストリートのアイスクリームパーダーにも近づかないようにしてるの。私のハートを痛めるぞって人はみんなアイスクリームをくれるの。でも私実は牛乳、牛よ牛乳って。あー、共食い。あー、そういうことね。じゃあ花を摘んでこいってこと。花を摘んでくるってなんかトイレを行く隠語なんだけど。とりあえずあれか、花を手に入れればいいのね。欲しがってるものが分かったんだな。そうか、うん、すまねえか、頼み事を聞いてもらえねえか。俺はいいチケットは持ってない。それに宝箱を見張る仕事もある。だからプレゼントを取ってきてほしいんだ。彼女とうまくいったら、アイスクリームはミーンストリーですぐ買える。花はオズタウンのクララベルに聞けば多分なんとかなるはず。さっき言ったばっかなんだけどな。まあ行ってくるか。まだケーキ作ってた。ヘンリエットにあげる花を集めてるの。ダメよ、それじゃ足りないわ。もっと豪華な花束にしなくっちゃ。でも私のガーデンからひょいひょいと集めてくるのもダメ。オスタウンとミーンストリート中を探して花を集めてきて、そしたら私が素敵な花。またお使いか。そうね、3人はいるわ。ミーンストリートもまた戻るのね。海賊の恋。まあでも人のね、恋のために私は頑張るよ。あなたたちの笑顔を見たいんだ。適当にこういうとこ攻撃したら合うのかな。あ、これはクララベルが欲しがってた花。あ、そういうことね。こういう草木を、あれ違う、あれ。あ、これはクララベルが欲しがってた花。あ、うっすら光ってるんだね、木のところが。あ、花あった、花あった。クラベが欲しがってた花を全部集められたみたいね。出発する前に持っていってあげよう。さあ、じゃあクララベルにね、花を作って
束にしてもらいましょう。あーなんか豪華。この花ならきっとぴったりだわ。もうちょっとだけ待ってね。彼女ね、ケーキを作るのが好きだからね。はい、ミッキー、花束ができたよ。ヘンリエッタによろしく伝えてね。てか、友達なんだね、ヘンリエッタと。まあ、同じ牛仲間か。海賊の恋。さて、花束持ってきてやったぜ。ダミアンに花束を渡す。ダミアンに。さあ、これで、成就させてくれ、恋を。かわいいな。やっぱ恋してる人っていいよね。お頑張れ頑張れ頑張れダミアン。ダミアンだけ。ダミアン受け取ってください。まあかわいいお花。うわー大胆。持って3ヶ月じゃないかな。冷たいこと言うなよ。本物ヘンリエータと一緒なんだ。あ本当はねヘンリエータと一緒のあの像だったね。あとはコンパスを手に入れないと。スカービーパッドはどこだろう。これか。コンパス持ってるやつ。よいしょ。あ、間違えた。ごめん、ごめん、ごめんなさい。ごめんなさい。ほんとよく事故る。隅に俺のコンパス持ってこいって言われたのか。まあ、待て。俺の大事なお宝が、あのツリーハウスにあるはず。猪木のやつが、俺が大人になるためだと言って、持っていたが、全く単なる泥棒だぜ。俺は木登りできねえ。そこでだ、お前さんが俺のお宝を、取ってきてくれたらこのコンパスと交換するってのはどうだ。あ鍵、お宝はこの鍵で開けられるはずだ。かっこいいねこのハートみたいな形の鍵。あんたがコンパスを買うって言うなら売るがよ。俺はできたらお宝が、取り戻したいんだ。お宝が取り戻したい。お宝を取り戻したい。スカーピーパッドのコンパス。ツリーハウスに入る。うわー寝心地良さそう。なんかリメンバーミーでこんなとこ出てきたな。クマのぬいぐるみ持っていった方がいいの。え、かわいいな、スカーピー。あ、スカーピー、スカーピー、寝てるってことね。スカーピーみたいな。ハム太郎におったな、眠るくんだったっけ。名前忘れちゃった。弱みをなんか握っちゃったな。でも、かわいいな。テディベアにお宝って名前をつけてた。あ、そういうこと？夜抱きしめて眠ってたらそう名付けたんだ。かわいいな。乙女だな。ここの海賊かわいいな。コンパスを受け取ってくれ。俺の気持ちだ。なんか告白されたみたい。俺の気持ちだ。受け取ってくれ。プロポーズされちゃったよ。さあ、じゃあ、これで装置の修理に必要なもの揃った。スミーのところ行きます、スミー。よいしょ。すぐ近くにおったな。ご礼よかった。あの装置のパーツを全部見つけてくれたんでやんすね。トルトゥーガへの道を、ドアが開いてたやんす。これで副船長に挑めるですよ。え、どこ、え、あそこ、あーあああ、はい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 。さっきからねそこにガーディアンがね光ってたからね、群がってたからね。ああ、そういう装置だったんだね、あそこ。なんかすげえ光景だな。すげえ光景だな。前丸出しだし大丈夫か。